はい、皆さんこんにちは、こんばんは、月平です。早速、ドラゴンクエスト10オフライン、前回の続きからプレイしてまいりましょう。よろしければね、高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。早速プレイしていきましょう。さあ続きからやってまいりましょう。いやー、まさかね、前回力の試練ね力尽きるとは思いませんでしたよ序盤だからね、クリアできると思うじゃない全然クリアできへんかったわどういうことやねんと思った。で、まあ考えれば単純な話ですよ。私レベル1で挑んでまして、それはね、ガミッペラ装備ですから、攻撃も弱々状態ですからね、そんなのクリアできるわけがございませんよ、ほんと。どこだよ、ここ。迷子になっちゃったよ。じゃあ早速ね、行きますよ。また遠い道のりだけど。さあやってまいりましたよ、森に。ちょっとね、動画カットしてるんだけど、今これを見て思い出した。ルーラできたじゃんと思ったね。ほんと無駄な努力しちゃったね。じゃあ、何これ、夜になった。夜になるんだね、初めて知ったよ。さあやっていこうかって言おうとしたのに、なんかカットイン入ったから夜になりましたよ。目的地は世界中の丘、世界中の丘、あそこね、丸くなってるところ。じゃあ丘まで、ジャンプさあ到着しましたよ。ここをね、ワープしていけば力の試練、のところに行きますね。まあ、今回はねちょっと準備してきましたよ。レベルをね1からとりあえず15まで上げてきました。おそらくこれでいけるんじゃないかな。周りのモンスターがもう逃げ出すぐらいのレベルなので多分いけるでしょう。はい、到着しました。2回目。やはりそなたが一番乗りか。いやー、2回目だけどね私は思考分かってますよ。力の試練を見届けるも。はい、あー久しぶりだね。よく来たトモよ。うん、俺は若葉の精霊だわ。あー、それさっき聞いたんだわ。この世界樹と共に生まれ遥か昔より、うん、学びの徒たちの力を試し続けてきたのだわ。同じことをまた言うのか。さあ友よ、帯に打ち勝ち、力を示せ。それこそが力の試練、うん、この試練を乗り越えればお前は真の一人前と認められるんだわ。そうかそうか、今回はしっかり準備してきたぞ。準備は良いな。おお、任せろ。これより力の試練を始める。上げてきたからな、このためにレベルを。さあリベンジマッチだ。檻に力を示すだ。まあとは言うてもね、オートでやるけどね多分オートでも勝てるんじゃないかな。さっきね、落第した時はね、私の攻撃1ぐらいしか与えられなかったからね。いや全然違うよ。ほら終わった終わったいやこれだよ、これをね最初からね見たかったんだよ。おお、すごいな、300ポイントの経験値、なかなかだよ。おお、ゴールドもなかなか。うん、このモンスターいっぱい生息してねえかな、この辺したら金稼げるんだけどな、ほんと。参っただわ。おお、俺の勝ちだわ。お前よく頑張った。うん、なかなかいいだわ。ありがとうだわ。な、なに、お、回復してくれてんの。力の試練合格。よし、
どうした？壊すの？登るの？この世界樹は三本目の世界樹、はい、悪しき者たちは何度も地上から世界樹を消そうとしたのだわ。うん、だがその度に勇気あるツスクルの巫女が立ち上がり、はい、世界樹が絶えないように阻んできただわ。なるほど。檻に力を示したものよ。はい。お前もその勇気を忘れない限り、未来への道が途絶えることはないだわ。なるほど。見事だったぞ。ありがとうございます。これで巫女姫屋様から一人前の証を受け取れば、学びの庭は卒業だな。学びの庭は。では次、キュウスケと朝なぎよ。力の試練はどちらから受けるかね。庭以外にもあるってこと？朝なぎからでいいです。俺は後から適当で。お、男気の10年女を追っかけ回してるやつが。お前もそろそろ本気で力の試練に取り組むべきではないか。いや、このままではずっと半人前。守りたい女性がいても守れぬぞ。それは違うよ。それは実力はあるんだよ、こう見えて。絶対。では朝なぎ、うん、そなたから始めよう。準備ができたらこちらへ。さあ、俺のライバルよ、朝なぎさん。見せてもらったぞ。なんだあの必死な戦い方は。なんだ僕はもっと鮮やかに勝ってみせる。勝てばいいんですよ、勝てば。危ないだわ。戦闘に鮮やかさなんていらない、いらない。いって、早えな早えな。この聖なる地に魔性だと。何、どうした？逃げろ、早く。触れたら死ぬだわ。触れたら死ぬ。ん？誰が触れた？先生。先生か。早く逃げろ、逃げろだわ。いやいやいや、精霊さん、あんたは先生と精霊がやられちゃってるの今。どうなった、どうなった。うん、ムービー入ったね。もしかしてまたやつが違う？お、これはオーガ族。かっこいいね。何これ、ドワーフ？違う。何が起きてるかわからん。なるほど、各種族の紹介かな、これは。うん、いろんな世界があるんだね。今主人公がいる世界でもうすでにご種族がいるっていうふうに考えていいのかな。それとも違う世界に、うん、行くのかな。うん、生きてる。あ、精霊も生きてる。先生だけが見当たらない。そんな、世界樹が。生きろ、世界樹。檻の力全部やるだわ。マジで、もしかして命を賭して。若葉の精霊、心配するな。
世界樹がある限り、オリは死なないのだわ。なんかそれでもちょっと悲しいな、目の前で消えちゃうっていうのはね。学びの庭へ戻ろう。ここで起こったことを伊豆屋の先生に伝えるんだ。てかここの先生はどこ行った？とりあえず戻るか。戻らないことにはわからないからな。よし。あれ、出口はどこ？ここか。なんたることじゃ。死光と若葉の精霊が命を落としてしもうたじゃと。ああ、両方命を落としたんだね。ツツクルの村に戻り、死の方々に事の次第をお伝えするのじゃ。了解です。よし、急いで戻ろうか。あ、違う、道具、ルーラストーン、村、ワープ、ワープじゃねえか、ルーラか。よし、今度はね、ちゃんと道具を使って戻ってきたと。なんか話しかけられたぞ。月平さん、よかった。よくぞご無事で戻ってきてくれました。浅薙さんから話は聞いています。今は力の試練のことを後にして巫女の館にお急ぎくださいませ。マジか、俺の力の試練どうでもよかったのか。巫女の館、よし行こうか。こっち急げ急げ。来たか月平、姫様がそなたをお呼びだ。さあ中に入りたまえ。お待ちしておりました。さあこちらへ。よし行こう。歩くの遅いなお前、歩くの遅いな。こんな大事な時にお前もともと歩いてる場合ちゃうな。失礼いたします。お連れしました。大事な話を持って帰ってきたぜ。もっとこちらへ。てかもう多分先に話済ませてるな。先に戻ってきてんじゃん二人とも。そなたは美しい。コウト、若葉の精霊のことは残念でした。はい。私も風たちのざわめきから話を聞き備えてはいたのですが、抹消からそなたたちを救ったあの大いなる光は世界の中心レンダーシアより放たれました。あの光こそ伝説の勇者が覚醒した証。レンダーシアの地のいずこかに勇者が現れたことを示すものです。そして勇者とは混沌の世に生まれてくるもの。あの光は、同時に大いなる闇の誕生を示してもいるのです。なるほど。そしてそなた、お前たちはあの魔性を前にしても恐れずに立ち向かいましたね。キュウスケはどうなんだろうね。キュウスケは何かやったのかよくわからんけどな。何者をも恐れぬその偉大な勇気はこれからの世に必要とされることでしょう。力の試練に合格したそなただけではなく、特別に浅薙とキュウスケも合格とします。マジか。お前たちもマジか。学びの庭を出て旅立ちなさい。あの姫屋さん、キュウスケさん何もしてなかったですよ。死ねとか。ほら、本人もびっくりだよ。何を驚いているのです。ほら、だってもう10年通ってた女の子のところにもう行けなくなっちゃうってことでしょ。そなたにも浅波にもその力は十分に備わっているのですよ。多分それの多分だよね多分。キュウスケ、そなたも死コウの言葉で心を決めたのでしょ。はい。本当か。勇者の覚醒、そして大いなる闇。
世界に何かが起きているんだ。こいつとの勝負なんて小さなことにこだわってる場合じゃない。そうだよ、そんな場合じゃないんだよ。朝なに、そなたには優れた英知がある。旅をしてその力を育てなさい。そしてこの者の意志を継ぐのです。俺の意志？意志？それは一体？それでは巣立ちの儀を始めましょう。あ、姫様には分かってるんだね。冒険の書を前に、うん、大いなる風の神よ、そして育みの世界中、一人前の力をもてしこの者たちにその証を与えたまえ。一人前の証だ。なんでお前残念そうなんだよ。それを持てば異国の王との謁見も許されることでしょう。おお、すごい賞なんだね。その証に恥じぬよう、うん、正しき行動を心がけるのですよ。はい、わかりました。さあ行きなさい。この学問の村が誇る若葉たちよ。学問の村だったんだ。世界樹と風の守りがあらんことを。ってことは武術の村とかそういったであったりするのかな。俺はユーチャーリンにふさわしい男になってみせるぜ。いやいやいや、世界をすげえ世界を救え、お前は。じゃあね、お先にアディオース。すごいな、ポテンシャルだけな、あいつ。僕も行くよ、世界に起きていることを解き明かすために。なるほど、それぞれ冒険に旅立つってことか。そしてさっき姫様がおっしゃった言葉の真意を知るんだ。うん、頑張れ。ってことは、君も元気で、またいつかどこかで会おう。ああ、またどこかで会おうな、朝凪。でも俺は一人じゃいかねえぜ、冒険。おそらくこの村でね、フーラと仲間になるはずなんだよね。古代呪文の復活に失敗し死んだはずのそなたがなぜこうして生きているのか。やっぱりね、そなたの本当の姿は、うん、こちらですね。バレてた。大いなる使命を果たすために魂を救われその体を与えられたのでしょう。はい、その通りでございます。今は世界を巡り修練を積みなさい。はい、その力を世界の人々のために役立てるのです。もちろん。そして各国の英雄に与えられる勲章キーエンブレムを集めなさい。キーエンブレム、さすれば必ず道が開けることでしょう。キーエンブレム、こうして見るとどこから見てもあの子なのに中身は違うんですね。はい、違うんですよ。ごめんなさいね。エルフの宝でした。はい。我らの先頭に立ち、導いてくれるはずの存在だったということを、夢忘れずにいてください。なんか申し訳ない気持ちになっちゃうね。そなたが立派に使命を果たせるよう祈っていますよ。はい。まあね、せっかくいただいた命だからね。朝凪さんたちが巣立ちの儀を終えたことは。学びの庭の人たちに伝えました。はい、さあ旅立ちの時です。まずは西か。まずは西へ向かい風の町アズランを目指すといいでしょう。アズラン、それではどうかお気をつけて。はい、ありがとうございました今まで。そうだ月平よ、姫屋様がこれをと、旅立つ前の選別だそうだ。錬金釜、錬金釜、うん、何か錬金できるってことだよな、もちろん。レシピ帳、始めよう錬金術を受け取った。なるほど。レシピを覚えた。
錬金釜は素材となるアイテムを投入することで別のアイテムを錬金することができる特別な道具です。道具コマンドから、錬金釜を選ぶと錬金することができます。錬金するためには作りたいアイテムのレシピが必要となります。レシピはレシピ屋が本棚などから入手できます。なかなか便利そうなものなんだな。きっと旅の役に立ってくれるだろう。それではしっかりやるんだぞ。はい、了解です。一人前の証を手に入れて、読めねえ、早すぎるよ本当によ。じゃあね、とりあえず西へ向かえって言ったからね、その前にちょっと道具屋寄ってこうかな。さーて、町の探索終わったし、アイテム屋も行って装備も整えてきたし、とりあえずね、さーて、風の町アズランへ行くかな。こっちで合ってるよな。うん、鉄道の走る風の町アズランを目指してはいかがでしょう。うん、外へ出て西へ向かってやがて見えてくる、光の川よりさらに西へと歩いていけば風の町アズランに着ける。よし、じゃあアズランに向かって行こう。ん？おお、誰？誰だ？ん？おお、セレンさん、あんたそんなとこいたんだ。じゃあな、元気でな。また会おうだわ。さあ、アズランに向かっていくか。うん、西って言ってたからな。キリカ草原向けに行けばいいのかな。そうかな。うん、行こう。さあ、キリカ草原に着いたと。光の川を渡った先、キリカ草原。うん、誰かいる。わらわはレベル50に到達した熟練の冒険者を探しておるのじゃが、はてさて、なかなか見つからんわ。いずれかの職業のレベルが50になっただけさらなる高みを求めるのであれば、ここに来ると良いじゃろう。ほう、今の俺はちょっとダメだね。とりあえず行ってみようかな、先に。さあ、キリカ草原にやってまいりました。新しいモンスターいるな。うん、強いのかなこいつは。経験値はどれぐらいもらえる？33。ああ、まあまあそんなに多くもないか。あ、そうだ、プレゼント受け取ったやつがあったな、そういえば。道具、装備袋、頭、違う、装備か、装備で、帽子、これか。装備した人は戦闘後入手する経験値が増えると。もう、いくつぐらい増えるんだろう。ちょっと一回試してみっかな。同じモンスターがいいな、どっか。とりあえず、こいつ、やってみるか。どんぐりベビー。お、硬いね。どんぐりベビーは、お、41。経験値41。そしたら、これを装備して、道具。大事なもの。
装備袋、うん、専用の施設で使ったり交換に使う一部のアイテムは自動的におまとめ袋の中に入る。このメニューから入っているアイテム数や詳細確認することができると。うん、ドルボードに取り付けることでドルムチェンジ。ほう、多分まだ今ねえからな。41だったよなこいつ確か。いくらぐらいになる？なるほど、プラス5されるわけだね。 OK。 さーて、いよいよアズランにやってまいりました。アズランに到着と。木陰の集落へようこそ。道なりに進むと風の町アズラン。あ、ここアズランではないのか。新しい場所がルーラストーンに記録されました。うん、北の森なら大森林には行かれましたか。とても美しい豊かな森なのですよ。アイテム、アイテム、うん、他の店で売っていないような特別なアイテムが出品されていることがある。商品は時々入れ替わる。こまめに、旅人バザーを覗いてみようと。なるほど、買いに来た。初級魔導士に支給される素敵な帽子、装備できないからな。魔獣の角、何に使うのかわからん。あ、錬金か。錬金だね、多分これは。そういうことは何も買えねえ。高くて買えねえ。装備は？あー、できればなー。爪。ないかー。片手剣、両手剣、短剣、スティック、両手杖、槍、斧。ああ、ないか。あ、銅の爪があるじゃん。あ、でも銅の爪持ってんじゃん。なるほどな。お、精度61から63。いらねえな今は。よし、でここはお泊まりと。まあまだ大丈夫そうだな。よし、こうセーブしとくか。これはなんだ？道具屋。うん、いらないね。よし。旅人ハーン、ご存知ですか？ずっと西の王都、神春ムイには、美容院というお店があるどす。うちはそこで美容師見習いとして働かせてもらって、ことになりましてな。読みづらいな、おい。これから王都に向かうとこなんどすえ。あら、そうですか。いってらっしゃい。よーし。今どこ？あったあった。風の町アズランと。よし、行こうか。さあ、いよいよ、風の町アズラン。
やっと着きましたね。周りも、お、なんかモンスターがいる。こいつ倒しておくか。こいつは初だな。さあ、いくらぐらいの経験値をくれるのかな。48。まあそんな高くもないか。まあでも今のレベルにはちょうどいいな。お、何これ、赤いやつ。赤いスライムは知らんの。ファイヤースライム、スライムベスか。うん、弱かった。でも経験値は3か。まあ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 、よし行こう。あ、寝てる。何これ、寝てる。寝てるとどうなるの。これどうすんの。これ捕まえるとかそんなんじゃねえよな。なんかかわいそうだな、おい。寝てるところに一撃かまして倒すってちょっと違うよね。お、誰かいる。いいなこの乗り物、欲しいな。後ろから乗れるかな。乗れないか。もしもし、ごきげんよう旅の方。私は行商人のルパンと申す。ルパン？ルパンに見えた今。以後お見知りおきを。私の仕事はこの馬車で風の町アズランからの商品を各所運ぶことか、運ぶことでございます。これから、ツスクルの村を経由して、山間の関所まで行くのですが、そちらの方面に行かれるご用事はございますか。よろしければお乗せいたしますよと。ただし、遅れのみで迎えには上がれませんと。いや、ちょっと今はいいかな。せっかくここ来たからな。ごめんな、また今度乗らせてくれ。よし、じゃあアズラン行こうか。はい、というわけでアズランに到着いたしました。ここにね、フーラがいるはずなんだよね。今ね、今の俺にはね、仲間が必要なんですよ。君は旅の冒険者のようだな。名前は月平というのか。私はモンスター討伐隊のものだ。よろしくな、マダラキさん。モンスター討伐隊はその名の通り、人々に脅威をなし平和を害するモンスターを討伐する組織である。君は討伐依頼書というアイテムを手に入れたことはあるか。モンスターを倒した時などにたまに手に入るアイテムだ。それにはこのアストルティアに住む人々の困りごとや頼みごとが記されている。主に何かのモンスターを討伐する依頼だな。あまり偉そうに言うことはできないが、我々は常に人材不足である。そこで君のような冒険者にも協力を依頼していると言っても、君自身に時間を取らせない。いや、お前話長えよ、そもそも。君の冒険者仲間、いわゆるフレンドに討伐依頼書のクエストを頼みたいのだ。まずは冒険者の酒場へ行き、酒場の利用手続きをしてきてほしい。フレンド登録ができるようになるぞ。酒場でフレンドを登録し、討伐依頼書を持ったら、私のような討伐隊員に話しかけてくれ。依頼書クエストをフレンドに頼むとしよう。ともかくまずは酒場の利用手続きだ。頼むぞ月平、君と君のフレンドの協力を待っているからな。お前ずいぶんペラペラ喋るやつだな、ほんと。うん、風の町へ、アズランへ。もしかしてあなたって学びの庭から来たの。一ついいことをしてあげるわ。あなたに伝えたいことがある人は、吹き出しがピンクや紫になっているの。階段の上がったところの軍座さんがそうみたい。まずは早速軍座さんに話を聞いてみるのをおすすめだ。よし、軍座。なんか紫がいっぱい階段のところにいる。うん、まあいいや。おお、こいつなんだ。こいつ乗れんのかな。あれ、何も反応しない。おお、なんだとないぞ。まあいいや。よし、こいつか、軍座。お主ちょっと良いか。ん、オーガの人じゃない。わしは剣士軍座。はい。力を認められた者の証、キーエンブレムを集めるため各地を旅しておる。なるほど、私もです。しかしこの町の連中は変わり者ばかりだな。
風がよどんでいると嘆きおるが、わしには普通の風にしか思えんわ。まあ風の民にしかわからないんでしょうね。だが今こそ絶好のチャンスじゃ。ここで領主竹虎様のお役に立てば、キーエンブレムをもらえるかもしれんしな。なるほど、いい情報ありがとう。それを俺が横取りするってところかい？大体そんな感じだよな。竹虎様の家なら町の一番奥にある、うん、ひときわ大きなお屋敷じゃよ。なるほど、ご親切にどうも。まずはお屋敷の南側にある赤い鳥居を目指すとよい。はい、あとはその先の階段を登って道沿いだ。なるほど。お主もキーエンブレムが欲しいのならお屋敷で話を聞いてみるのが良いじゃろう。よし、そうするか。よし、とりあえず今回のクエストはね、この辺までにしようかな。また次回はね、この階段登ったところからね、続きからやっていきたいと思います。じゃあまた次回の動画公開までごきげんよう。バイバイ。